はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日の動画は以前 CANDOO のスキンカラーのジェルをご紹介したと思うんですが、他にもまだ7色出ておりましたので、こちらを塗っていきたいと思います。それではどうぞ。まずはグレーいこうかな。今回は結構いろんな、ブルー系とあとは暖色系、寒色系、暖色系っていう感じでカラーをやっていきたいと思います。で、とりあえずグレーを使おうかな。あ、はい。で、やっぱり分離してるからちょっと混ぜます。ああ。結構薄いシアーですね。結構シアーだね。ちょっと透けるもんね、下の。画面じゃわかんないかな。結構ちょっと透けてますね、チップスタンドが。なんか前の動画の白黒は結構発色良かったんですけど、このグレーはね、結構シアー感強め。はい、じゃあここします。はい、じゃあ2度塗りをします。一応、前回の動画も2度塗りと1度塗り分けたんで、今回も分けます。はい。では、もう一度硬化します。2度塗りしました。これがね、グレー。こう、シアー感のあるグレーです。じゃあ、次いきます。ラベンダー。まあ、だから、パープルっていうよりかは、くすんでる感じなのかな。ん？あ、綺麗なパープル。ちょっとね、くすんだグレーっぽいような感じのパープルです。なんか塗ってて思うけど、テクスチャーを多分全体的に同じような感じにしてるのかな。塗り心地的なものは。あ、これはまあ若干シアーだけど、チップスタンドがすごい透けるわけでもないな。一度塗りでも綺麗な色。はい、じゃあ硬化します。じゃあこれも2度塗り目は半分にしようと思います。ちょっと変わるね。はい、じゃあ硬化します。はい、硬化終わりました。これがラベンダー。結構ここの色と一度塗り目同じ感じだね。私結構この色好きです。じゃあ次いきます。次がアクアブルー。ブルーじゃないね。アクアブルー。ちょっとグレーっぽいのかな、ここを見ると。くすんでるのかな。あ、うん、くすんでる。結構これ使いやすい色だ。ちょっとグレーが入ってるような感じのブルーです。で、これもシアー感だね。基本的に全部そういう感じなのかな。そこはなんかまあセリアもそうだよね。結構透ける感じのカラーが多いけど。はい。では、硬化します。はい。じゃあ、2度塗りをしていきます。これも結構綺麗な青。はい。じゃあ、これで硬化します。はい。じゃあ今塗ったのが、アクアブルー。よいしょ。綺麗な色。はい。じゃあ次の色いきます。はい。続いてが、アクアグリーンだそうです。アクアグリーンなんだ。パッと見ターコイズっぽいけど。あ、でも、うん。ターコイズ寄りですね。綺麗。夏っぽい色だ。ん？これは、白黒みたいな発色感がありますね。そんなシアーじゃない。ちょっと毛が入ってる。一度塗りでも結構発色する感じ。でも塗り心地は変わんないかな。塗りやすい。刷毛跡があんまり残らない。はい。うわ、すごい綺麗な色。とりあえず硬化します。はい、2度塗り目いきます。これはまあ2度塗りと1度塗り目あんま変わんないかもね。はい。では、硬化します。はい。じゃあ、これがアクアグリーン。はい。次いきます。はい。続いては、レッド。あ、なんかボルドーっぽいよ。鮮やかな赤っていうよりかは、ちょっと深みのあるボルドー寄りなのかな？分離してるかどうかがわからない。してなさそうだけど、一応こうしとこう。でもなんかシアー感ありそうな気がする。あ、やっぱり。あ、結構透け感があるね。だからまあ塗ったら明る、まあ、普通の赤っぽくなるのか。お、結構クリア感があるね。シアーっていうかクリア感があるね。はい、とりあえず硬化します。はい、では2度塗りをしていきます。珍しいね、なんか赤とかだったら結構マットな赤多そうだけど。でも綺麗これ。ね、2度塗りしてもね、透けてる。はい、とりあえず一旦硬化します。はい、じゃあ今塗ったのがレッド。ね、発音が合ってるかは分からんけど、これ結構スケスケだね。2度塗り、爪先のこの先端の方が2度塗りなんだけど、それもね透けてる。はい、じゃあ次の色いきます。はい、続いてはオレンジ。あ、思ったのと違った。なんかここのパッケージのこれ見ると結構鮮やかなオレンジかなと思いきや、ちょっとくすんでる薄めのオレンジ。パキッと鮮やかなオレンジではない感じ。なんか結構変わった色が多いのか、ちょっと変わった色が多いのね。まあでも原色があるよりかはやっぱこういうくすんでる色とかの方が実際使いやすいし、そういう色があった方が便利ですもんね。でこれはちょっとシアー感。これもでも綺麗かも。雨降ってきた。あ、でもこれちょっとなんだか刷毛跡みたいなのが若干気になるな。塗りムラみたいな。これちょっと塗るの難しいかも。まあいいや、とりあえずこれで硬化します。はい、じゃあ2度塗り目をしていきます。私がいつもサロンで使ってるオレンジ、パキッとしたオレンジにクリア混ぜた時みたいな色だな。1度塗り目が。では2度塗りしましたので硬化します。はい、じゃあ今オレンジ塗りました。意外と透けるんだね。これもでも綺麗。よし、じゃあ次の色いきます。はい、次が最後、イエローになります。結構くすんでる。ちょっとグリーンも入ってるような感じだね。ピスタチオグリーンみたいな。でやっぱちょっと混ぜます。結構くすんでる。そしてこれもシアー感ありそうな感じね。すごい鮮やかな黄色ではないけど、これは肌なじみ良さげな。全体的にちょっとくすんでるんだね、カラーが。で若干シアー感。はい、こんな感じです。じゃあ硬化します。はい、では2度塗りをしていきます。ちょっと透けてるからね、2度塗りすると色がはっきりするのかな。2度塗りすれば透けないね。はい、では硬化します。はい、これがイエローです。じゃあこれで全部7色になるので、あとはトップを塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで全部トップも塗り終わりました。並べてみるとすごい可愛いね。で、なんか前回の白黒と、あと今回のこの何？アクアグリーンっていうカラーが一度塗りでもしっかり発色する感じで、それ以外はシアー感強めで、一度塗り目と二度塗り目若干色が違うかな。で一度塗りだけでも綺麗かなっていう色ですね。結構でも使いやすそうな色が多いですね。実際にちょっと爪にのせてみます。まずはグレー。一応全部一度塗り二度塗りしてあります。まあでもそんなに差はないか。でもなんかちょっと透け感があって使いやすい感じで、次がラベンダー。やばい、カメラの充電がなくなってきたぞ。あ、綺麗。このラベンダー、これもでもくすんでるからやっぱりいい感じになじみますね。ちょっとグレーよりこれも結構綺麗。これなんか人気出そうな色だな。続いてアクアブルー。あ、綺麗。でもこれもちょっとくすんでてもやっぱり明るめの感じになりますね。綺麗。夏でも冬でもいけそう。これも使いやすいと思うな。なんか全体的に使いやすそうな色だな。でアクアグリーン、これがちょっとね発色結構するんで、ほら夏っぽいでしょ。雷がすごいよ、外怖いよ。早く終わろう。これ夏って感じ。なんかターコイズ系のアートに使っても良さそうだね。次レッド。これもね結構シアー感あったけど、のせるところがなんとなく分かりますか。シアー感わかるかな。なんかセクシーな感じだね。綺麗。でも赤ってこれ透けてる色結構綺麗ですよね。真っ赤っかも、おもちゃみたいな赤も好きだけど、この赤も結構好き。綺麗。おー、充電大丈夫か。カメラの途中で切れるか。オレンジ。あ、これもでも結構かわいいぞ。一度塗りと二度塗りあんまりわかんないけどね。だからまあどっちでも微妙な差だからね、全体的に。まあ全体的にこうなんか馴染みがいい色が多いな。これはイエローだけどちょいなんかグリーンっぽい感じもある。でこれもちょっと透けてる色。はい、こんな感じです。なんかどれも全部ワンカラーで10本終わらせてもいいぐらいの使いやすそうな色。ちょっとこれは強いかな、アクアグリーンってやつが。今回はどんな色かなっていうのを見た動画なんで、まあ、今後アートとかもなんかしていけたらなと思います。で前回の動画も合わせてまたね見てもらえるといいかなと思います。はい、それでは、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。